ノンストップで行きましたので、さすがにちょっと休憩をしたいですが、宿場のあたりにはないかな。郵便局がありますね。郵便局じゃ食事はできませんが、簡易郵便局ではないしっかりとした郵便局は久々に見ました。なんかないかな。鉄道も通らぬようなすごいところをこれまで抜けてきましたが、この御嶽にはね、鉄道もあるし、つまり駅もあるんですよ。それ宿場の出口のあたりなんですが、どっかにあるんじゃないかな、そういう。さすがにこれだけの町ならなんかあるだろう。随分古そうな家だ。これ御嶽の資料館かな。昔からの商家とか、それから中山道御嶽館ってのがあるな。コロナ対策のため長時間の滞在はご遠慮願います。図書館か、図書館を兼ねてるのかな。疲れたんで休みたいと思う傍ら、少しぐらいなんか見てた方がいいんじゃないのかという気もします。無料でしたのでありがたく見学してきました。案の定撮影禁止だったんで、最初からそうだろうと思ってたからね、特にカメラも持っていきませんでしたが、いろいろ面白いことが分かりましたよ。この御嶽というところはね、明治政府になってから国策で、養蚕、絹糸の生産を盛んにさせていきますね。この辺りで、アタンというのが取れる、まあ、石炭みたいな感じの炭が取れて、それが養蚕の燃料になるので、ここで明治時代どんどん養蚕が盛んになったそうです。だから絹糸を盛んにどんどん作れるということですね。とてもいいところだということで、明治時代からですね、中山道の増強も結構早かったみたいですね。 あそこの書いてあることによると、僕が今日通ってきたこれ明治時代の道なんじゃないですかねというやつが、本当に明治時代の道なのかとか、その昔からの増強された中山道なのかとか、まあ、分からない部分もあるんですが、割とそういう使い方はされてたんじゃないかと思います。そして目の前にありますのが鉄道、現在は名鉄線となっております。名鉄広な何広線とかちょっと忘れちゃったんですけど、これが名鉄御嶽駅。これから先はついに鉄道との並行区間です。鉄道があるところというのは、まあ、大体都会しかないわけですよね。人がいないようなところにはなかなか鉄道は作られません。お、ちょうど電車いるじゃん。今ちょうど出て行ったところだわ。とても小さい駅みたいですけどね。ともかくお昼になりまして、まあ、私もいい加減休みたいなと思って、なんかあると思うんですね。ともかくまずは次の宿場のご案内とします。次はいよいよ中山道の50番目、次は伏見です。焼きそば屋さんがあるな。うまそうで、焼きそば好きなんだけど、ただ持ち帰り専用だったな。駅と旧街道の交点なんて、なんか飲食店とかありそうですけど、ないな。まあ、この辺も車社会と見えますので、これから先また現在の国道21号に合流するところがあります。新しい国道のところだったら多分なんかあるでしょう。うん、早速国道沿いにホームセンターやら中古車屋さんやら、なんか大きな会社やらいろいろ出てきたな。国道17号、18号、19号、そして21号といろんなのをたどってきましたが、まあ、安心と信頼の2桁の若番の国道ですよ。心配することはない。結局今のところ見つかっていないな。やっぱりファミリーマートだけか。旧中山道はこっち、旧道に入ったらまああまり望めないですよね。現代の資本主義では旧道沿いに道を出すことはあんまりないでしょう。個人商店はねあったりしますけど、昔からのお家でやっていて、しかしすぐにまた新しい国道21号に合流できたので、いや、これ何もなさそうな雰囲気じゃないですか。これが油断ならなくてですね、意外とちゃんとあったりするんですよ。これどうなんだ。これはめちゃくちゃ広い側路帯だから、これ走ってもいいんだよね。左手を流れているのが蟹川ですか。
もうカニが近くなってきましたね。カニってのはあの、このこういうカニではなく、まあ、岐阜で知らない人はいないというカニですね。ラッキー、こういうのがあってよかったよ。全然チェーン店とかじゃなくてもいいので、横浜飯店、日替わりランチ700円、車が多いかな。ちょっと行ってみよう。混んでたら行くのやめよう。なんかうまかったな。あれで700円はすごいな。今日はなんか日替わりランチは青菜炒めです、うまかったしね。栄養バランスも豊富だし、中華屋の料理ってなんか違法労働もしてるんじゃないかみたいな感じ、うまいですよね。非常にうまいと思う。そして中華屋のお昼の定食を食べるとお腹いっぱいで動きが緩慢になりますよね。現時点で今日の出発地大井から目的地加納、岐阜までの半分の距離です。出発から7時間は経ちました。まあ、ただあれだけもたもたしてて7時間で半分切るんですからね。あと7時間あれば夕方の6時になりますんで、まあペースはいいんじゃないかな。前の東海道53次の時、1日何キロぐらい、60キロ70キロぐらいしたのかなと思ったらね、なんか1日90キロぐらい行ってる日もあったみたいで、あ、そんなに行ってんのかと思ってね、知らなかったですけども、それだったらまあ中山道の旅も楽ですよね。前の東海道の旅がね、もう過酷すぎて体が全然もう最後の方動かなくなってるのに無理やり動かしたりとかしてたんですけど、今回は途中でゆっくり休憩などをする余裕がたくさんあるので、ずいぶんマシな旅になっています。しかしやっぱりこの下り傾向の道は非常に楽ですね。なんか不安げな景色に見えるかもしれませんけど大丈夫ですよ。この坂を登り切ればもう中山道の50番目ですね、伏見宿に到着です。すいません、ありがとうございます。ここが伏見宿な。でも昔の雰囲気はほとんど残されていないそうです。もうここは普通に宿場町の中なんですけど、よくわからないし伏見宿だとかそういうことも書いてないですもんね。ちなみに東海道57次の54番目、京海道の伏見宿、あれと同じ名前で漢字も同じです。特に何もないな。道幅も広げられているようです。ここが伏見宿の本陣の跡だと書いてあります。元の本陣は今は広い駐車場を持った公民館になってるみたいですね。おお、こんなところにコアのネタがねじ込まれてるわ。これ消防車にラクダが乗っていますが、この中山道をねラクダが歩いたことがあったらしくて、で御岳とこの伏見ではラクダがしばらくとどまってですね、見せ物にされたそうです。で多分ラクダがここに乗ってるのは、ね、その元ネタなんだと思うんですけど、ラクダの町なのかな。さっきこれはね御岳のあの資料館のところに書いてあったんですよ。なんでも幕府に対してオランダからの献上品だったらしいんですが、で幕府、いやちょっとこれはみたいな、ラクダはもらわなかったらしくて、まあ、それで民間の見せ物商売をする人に払い下げられたらしいです。ラクダはその後いろんなところを巡業したんですけども、東北で死んでしまったとのことです。東北じゃちょっとなんかラクダが生きるには寒そうですよね。でも古い建物も別に全くないわけじゃないな。登録有形文化財って書いてある。お江戸の建物なんでしょうね。お江戸というか江戸時代の。この伏見宿ですが、この先に中山道の三大難所の一つと言われております太田の渡しがありました。これから美濃太田宿を目指してまた出発するわけですが、そこへ至るまでの間に、木曽川を渡らなければいけません。で結構川幅が広いと、何でしたっけな、木曽の架け橋、太田の渡し、
薄い峠が鳴く場合よい、こういう、まあ、川柳みたいなのがあったそうですが、そう言われるぐらい難しい木曽川の通行も今はですね別に橋がかかってるから心配はいりません。だやはりその太田の私のところが増水してしまうとなかなか渡れないので川止めということになりまして、まあ、その情報はこっちにも伝わるから、そしたらみんな伏見に泊まってですね、その関係で川の前後の宿場というのは大抵栄えるそうですが、ここもやはりそうだったそうです。まあラクダの絵を見られたから良かったということにしましょうか。伏見宿はこのままほとんど止まらずに抜けることになりました。次は中山道51番目、次は太田美濃太田です。これこっち行くやつかな、牛と馬力屋だって。もうちょっと遅かったらここで焼肉食べてもよかったけど、道はこっちでした。ただその太田まで別に近いわけではなくてですね、1里ぐらい離れてるのかな、しばらく行ってから渡ることになると。だから多分川の手前にもまた宿場町じゃないけど建場みたいなのがあるでしょう。島田の大井川もそうでしたよね、なんか書いてあるな、追分けがありまして、これは明治時代ぐらいのやつですかね。右、太田の私を経て岐阜市に至る、こちらですね、多治見の大山をに至る、うんうん、だからまあ要するにこっちに行くと大山ってところに行くんでしょう、僕はそれ知らないけれど、でこっちはあの岐阜市方面だから、まあ私はこっちへ行くわけですが、岐阜市という言い方を知るということは江戸時代ではないわけですよね。でも太田の私がある、別に江戸時代が終わったらすぐに橋がかかったわけじゃないですから。これを見る限りは伏見の人が大正4年に建てたものだそうですね。なんか面白い看板が立ってるな、ストップザ交通事故、ストップザ交通事故っていいね、ザって何なんだろうって思いますけど、あれ、あそこ進入禁止なのか、旧中山道だけど。じゃあこっちから迂回していくか、迂回してたら一里塚みたいなのが出てきたな、これ一里塚じゃないよね、ん？一里塚のバーゲンセールを経験してしまったから全てが一里塚に見えるな、こいつも一里塚なんじゃないか。でも実際なんかこの辺にあったらしいんですよ、これがそのもともと存在していた一里塚を跡ということで教えてるものらしいですが、まあ関係ないでしょうね、さっきの土の盛ったやつは。残念ながら今日の天気は伊吹山は見えないかもしれませんが、前方開けた土地がありまして、美濃平野とかなんかそんな言い方しましたかね、しばらくの間前途洋々という景色です。あーこれならもうあとは関ヶ原を越えるだけで大丈夫だと、見りゃ誰でも分かるような気楽さですね。自動車には気をつけないといけないけどね、こっちを回ればいいのかな。ようやく西に向かってるような気分になってきましたね。軽井沢のあたりとかもう完全に長野観光気分でしたけど、関ヶ原とか伊吹山とかそういった言葉を使い始めるようになってからですよ。こういう道が昔はお姫様を通すに大切だったって不思議なことですけど、昔の船旅が相当過酷だったってことなんですよね。東海道には名古屋宮宿から四日市または桑名までの七里の渡し、十里の渡し、三里の渡しというのがありまして、それがなかなか船旅は大変だったし、川の増水で工程もかなり狂いがちだということでこっちになっているとよく説明されています。でもやっぱり中山道を通る人は東海道の人と比べると少なかったとか、ここに踏切がありますね、これなんだ、これ JR の踏切ではないですね。JR って書いてあるわ、中山道踏切、
ファイター線かな。そうみたいですね。 JR の踏切じゃないですね。普通に JR の踏切だった。もう恥ずかしい話なんですが、埼玉線が一応この辺りでは中山道らしい路線ということになるかなと思います。これから箕面までおおむね並行します。たださっきまでのあの険しい峠道を越えるということはできないので、今回恵那から斜めに直線的にやってきましたが、埼玉線も中央線木曽路に接続することはできるんですけども、まあ、もうちょっと40キロぐらい南に行った多治見で中央線とは接続していますね。この辺りもまた国道21号が新しいところに変えられてるんだ。これはもうなんかすごい歴史を感じる看板ですよね。これどういうことなのこれ。まあ多分21号が枝分かれするんだろうと思うんですけど、もともとはこれが国道だったんでしょうね多分。左に高速道路みたいなすごい21号線がありますよ。この辺では国道21号も相当立派になります。お、自動車、あれはトヨタ自動車の車ですね。あ、トヨタなんとかと書いてあった。中部地方間も出てきましたね。走ってる車もトヨタが多い気がするけど、それはまあトヨタ車ってのはもともと多いからね。先ほどから右手に木曽川が並行しています。久々の木曽川です。ただまだちょっと、右手に建物がいろいろありますので見ることはできません。この辺りを今戸というのかな、渡し船が昔あって、その川越の手前ということで、やはり建場があってですね、休憩所のような場所になっていたようなんですが、当時からの神社とかはあるんですけど、それ以外は特に。あ、でもこれなんか結構古そうだな。多分昭和の初めぐらいまでは渡し船があったはずなんですよね。これか、これが大田橋。大変立派だ。その手前でちょっと止まりましょう。その架け橋、大田の渡し、水峠がなくばよい。なるほど、これは確かに渡るのが大変そうな川です。昔からこういう川だったのかな。というのは多分浮世絵とか見ればわかるでしょう。なんかそうみたいですねこれね。多分そうだわ。大変でしたね昔。大田の渡しが終わったのはこの立派な橋ができた後のことだそうです。結構古い橋でして、岐阜県で近代的なこういう鋼鉄製の橋がかかったのはこれが一番最初だとのこと。確かね、これは昭和の初期だったんじゃないかな。右から左に大田橋と書いてあります。今はお隣にこういう歩行者用の橋もかかっていて安全に渡ることができます。今あっちの車道の方が渡ってて楽しそうですけどね。落書きがいろいろしてあります。読んでみましょう。星子様、これはあれですね、ただ霞んでるところにこうやると落書きこの粉がついてそれで書いてんだ。で、上手なバラの絵を描いて。上手は汚いけど僕もなんか描いてみるか。結構汚れる割にはあれだな、薄いんだな。いや、やめた。なんか中山道はこちらとか書いてあげようかなと思ったんですけど、落書きは良くないと思いますが、おそらく汚れを部分的に落としているだけなのでそんなにまあ問題はないんじゃないかと思います。人の名前とかお疲れ様とか死ね暴言、あとなぜかみんな英語を書きたがるみたいですね。日付を書いてる人とかもいるな。英語が多いですね。外国人が書いてるのかな。英語っていうかアルファベットだ。英語でもなさそうだ。お、このように渡る橋の下、木曽川は随分前よりも水の量が増えています。ここに越えてきた木曽路へ続く谷、そこには今田発電所というのもあって、発電所から放水されたお水ですかね、ざまーっとこれどんどん出ています。
反対側はですね、日本ラインと言われているところ、ドイツかどっかのライン側に景色が似ているので日本ラインだそうです。まあ思ったより人数はいいみたいだけど、ベトナム人とか中国人とか書いてありましたね。外国の人もいろいろ書いてるのかな。ペンキで書いてる人がいたな。これはまずい。ペンキはまずいよ。ツイッターのアカウント書いてる人もいましたね。さあともかく渡ってまいりました。ここが岐阜県美濃加茂市、美濃太田のあるところですね。かっこいい橋を下から見ようかな。降りるのめんどくさいけど、悩みどころだ。めんどくせえ。しかしここへ来ることも人生でそうそうないと思いましたので、せっかくだから見ていくことにしました。電動自転車ならすぐ着くしね。1分ぐらいあれば行けるでしょ。大丈夫だ大丈夫だ。下に来られました。ここら辺かな。中山道には珍しい昔からの大きな川、ここに三重の大きなトラスをたくさん組み込んだ大田橋がかかっています。そのさっきね、ちょっと気になるものを見つけたんですけど、こっちに行くとなんか船が捨ててあるんですよ。捨ててあるのかわかんないけど、まあ、こんな感じで壊れかけのもう使えないであろう船があるんですよね。これはね、昔その名鉄系の日本ラインの観光船があった時も廃止になったらしいんですけど、その川下り用の船なんじゃないのかな。日本ライン漁って書いてあるな。漁船なのかこれ。漁67番、ちゃんとした遊覧船の会社がこんなものを自分の会社のものだと分かるようにそこら辺になんか打ち捨てていくとも考えづらいですしね。使っているのかな、それとも僕はもうなんか船としても壊れて船の中に水が溜まっているような状態ですけど、こっちはまあ割と適切に近い状態で管理されているような気がしますが、昔はこういうので渡し船もやってたんですかね。こんなちゃんとした形じゃなかったような気がするけど、どうなんでしょう。ちょっと今ネットで当時の写真を調べてみたんですけど、その確かなんかねこの辺から船に乗って川下りをみんなしてたらしいんですが、ただし僕の写真で見た船はもうちょっとなんか大きいようだから違うのかな。何なんでしょうね。まあ、このぐらいで撮りましょう。ちょうど視聴者の方がいらっしゃって教えてくださったんですけど、やっぱ日本ライン下りのその事務所っていうか建物みたいなちょうどこの場所にあったみたいですね。昔は太田の渡しを過ぎた後、しばらく川沿いに住んでいたようです。だからまあ私も川沿いに住んでます。さすがにちょっとこの階段のこの落差を階段で行ったりしませんけどね。この堤防はすごいですね。すごい高さの堤防がこんな果てしなく続いてますよ。 3,4 階建てのビルぐらいあるんじゃないかな。断崖絶壁です。あそこに人と犬が映ってますけど、この大きさと見比べていただくと分かりますよね。こんなにすごいんだ。さすが木曽川ですね。増水したら大変なことになるからでしょう。前の映像に映っていた反対側のあれ多分新太田橋だと思うんですけど、そこら辺ぐらいが太田塾の終わりということになっています。ぐんぐん漕いで進みましょう。目的地の岐阜まではまだまだ距離があります。それでは川を離れまして着きましたね。ここだ。これより中山道の51番目太田塾です。太田塾は川沿いで軍事場の要だったということもあったようで、昨日通った落合からですね、この先の鵜沼までの宿場をこの代官所で全て一括して管理していたそうです。今でも鉄道の要衝ですかね。
JR 東海の特急ひだごに乗っていると箕面田の駅で車掌さんが交代することがありますね。おい、いい街並みだな。結構例によって入り口は増方になっていて、これが太田宿の光景ですね。いいね、とてもいいじゃないですか。昔から今に続く宿場町の古いものも新しいものも織り交じっているという感じ。素晴らしい光景だと思いますよ、まあ、全部が統一的に古い建物とかね、昔の建物が新しくなっているけれど街並みその雰囲気は昔と変わらないとか、そういうのもいいんですけど、バランスがいいな。この電柱があるのもね、それはそれでいいと思うんですよ。16銀行の建物、あ、今は何、これ個人宅になってる。なんか表札がかかってびっくりした。こっちはもともと旅籠だったという小松屋、今はですね営業はしてないそうですけれども、中を休憩所として無料で利用できるそうです。いろいろ旅籠を紹介してきましたけど、割と昔ながらのスタイルで残ってるんじゃないかな。2階は入れないそうなんですが、土間がこう縦に抜けるような作りをしていて、ここは客間なのかな、集会所みたいな感じで今使ってるけど、まあ仕切れば客間にもなるでしょうね。こことここで仕切れるな。これ太田宿のパンフレットを今もらってきたんですけど、さっきはね太田橋渡って、でずっとこう川沿いに来てというふうにやってきたんですが、これはですね、もうこの先の方にもまだ宿場を抜けたところにももう一個、明治の初め頃から昭和30年代までなんかこんな風にやってたらしいんですよ。渡し船だから昭和30年代まで渡し船あったんですね、ここに。そうなんだ。で江戸時代は、まあ、あの最後の方になると、さっき渡ってきたあの橋のあたりのところで渡し船やっていたらしいんですけども、まあ、結構時代によって渡しの場所が変わったり、面白いですよね。あの太田橋がかかった後もやっぱり渡し船はあったんですね。あの延々向こうまで1キロとか2キロとか行かないといけないってめっちゃ不便だけどな。まあ渡し船ってのは意外とまだあるんですよね。大阪市内とか北九州市内にも渡し船あるぐらいですから。うなぎ屋だ、うなぎの提灯がかかってる、ずいぶん古い建物だ。なんか名古屋が近いし、関西風のうなぎ太田に渡ってきて食べたら美味しそうですね。ちょうど馬込峠を越えたぐらいから皆さんの喋る言葉も関西風になってきましたよ。それから国の重要文化財として脇本陣が残っています。すごいですね。脇本陣というのはつまりその本陣が使えない時の予備の旅館ということになるわけですけど、こんなに立派なのは初めて見たな。大体そういうものだったのかな。このうだつを見てください。このこうボーンと出てるやつ、こっちもこんな風に。すごいね。本陣の予約がいっぱいだったら将来にじゃあ脇本陣でいっかみたいな風にして使うところだと思うんですけど、そういう風な場所とは思えない立派さだ。間口のこの広さね、税金高いんじゃないですか。中の一部見学できるんですけど、昔はもっととんでもない大きさだったらしい。今も十分すごいですけどね。その壮大な家の脇には、これまたなんかデパートみたいな感じの建物がありますけど、これは味噌か酒蔵かなんかじゃないですか。なんかビールケースみたいなのが見えたから酒屋さんと見たけど、でも醸造するならなんかいろいろできそうですからね。味噌とかも吸ってるのかもしれない。ちょっと薄暗くなってきたんで、もう夕方の4時くらいかなと思いましたが、まだまだ時間はありました。うだつの上がる立派な建物、そろそろこれを横目に出発かな。私うだつの上がらないっていう言葉の意味知らなかったんですけど、うだつを上げるほどお金の余裕がないと、あんまりお金の余裕がないという言葉がうだつの上がらないという言葉の意味らしいんですが、まあ由来はあれですよね。多分お休みどころ宿り着と書いてありますが、この中山道会館、あ、こんなんあんの、面白いですね。これなんかこの敷地には樹齢がどれぐらいか分かりませんが、大層立派なエノキの木が生えていて、これにびっちりと宿り着がまとわりついているのがこの太田の町のシンボルだそうです。分かります。僕も最初ね分かんなかったんですけど、ちょっと違う種類の植物が入ってますね。これがヤドリギね。こっちは普通にエノキの葉っぱ、葉っぱの色がちょっと違いますね、奥と手前で。でこれがね、上の方に渡って全部こうなってるんですよ。なかなか確かに
この木は見応えがありますね。すごいすごい。ヤドリギがこうやって寄生してるわけですよね。でもとても綺麗だな。愛の聖地太田宿、ヤドリギの、愛をもたらす力があり、下で誓うと二人の愛が永遠に続くと。あれ、まあヨーロッパでそう言われてるのか、うん、綺麗ですねこれね。えのきの木、ヤドリギの木を眺め、昨日中津川で買ったこの何ですかわからないですけど、栗の金つばみたいなやつを食べて、これ休憩一服。これ自体はもう普通に美味しいですね。だいぶゆっくりしました。本陣はここなんですね。これ旧本陣の門、真ん中に小さく家があって、その向こうもまた本陣跡。なんか掘り下げようと思えばまだまだいろいろ見どころのありそうなところでしたね。しかし69次の旅、どん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 この先に行くこともまたそれが見どころということはあるでしょうからね。お、また右手でうだつが上がってるね。立派なお家ですね。酒屋さんだ。この先左に折れまして、そして何度か鍵の手の形をしたですね、ところを抜けて、改めて見るとうだつの上がってる家がすごいたくさんあるんですね。なんかね、美濃市の方に行くともっといっぱいあるらしいんですけど、美濃は随分潤ってたみたいですね。まあ少なくともこの辺はね。さあ、まあここでまた道がですね、マス型というか鍵の手のようにこうグネグネと曲がりまして、この先でもまた曲がり、ここで曲がって、国道をくぐり、また曲がると。これで太田宿は終わりですね。次は中山道の52番目、次は宇沼です。宿場を過ぎるとまた木曽川沿いに来ました。日本ラインと言われるよく知られた景色。しかしこの日本ライン、木曽川沿いが広々としているのはだいたいこの辺りまでで、ここから先はですね、木曽川がまた前のような、それこそ木曽のところで体験したようなすごい険しい崖を作ってしまいます。そんな崖伝いのところ、道を作るような場所など昔は全くなかったそうです。誰もが理科の授業で教わったと思うんですが、川が流れますと浸食で、土地が削れますんで、その分平らになって山が削って谷になったりとかするわけなんですけども、それ平らなところがあればね、そこを歩いていければ一番いいんですが、必ずしもいつも平らというわけではありません。川が流れてそして平らな土地を作ってくれればいいですが、実際にはただ深い切り込みを設けるだけということもあって、そんな深く切れたですね、断崖絶壁のところ崖にへばりつくような感じで歩いていくというのはただ危険なだけですから、そんなところは行きたくないというような人がまあ普通なわけでして、まあ、馬とかも通せないし輸送量も自然に少なくなりますよね。そしたらじゃあどうするのかというと、結局川を諦めてその川の脇にある山を登って、まあ、無理やり越えていくしかないということになります。ということでこれからですね、また峠越えがあります。この先にはウトウ峠という峠があるそうです。で実はウトウ峠というのは長野県にもありまして、今回通ってきたですね、塩尻峠のちょっと南ぐらいに、大昔の中山道と今の中山道を結ぶような感じのところに、全地鳥と書いて、まあ、鳥の名前を取ったウトウ峠というのがあるんですが、こちらはひらがなです。でこれはなぜかというと、疎ましいという漢字をおそらく書くんです、これから行く峠道は。でそういう漢字を使った峠道ってあまりあのなんですか、なんか、まあ、イメージ良くないから、だから多分やめてるんじゃないかなと私は予想しますが、どうでしょうか。疎ましい、なんか嫌な感じとか、うぜえとかね、うざ峠、うざ峠ってなんか嫌じゃないですか。
そういうイメージがつかないようにひらがななんじゃないかなというふうに思いますが、どうでしょうか。ただ言葉としては多分そういう意味なんですよね。でもやっぱりね、道は全体的に下り坂続き、下り基調、スイスイ漕いで進むことができます。宇都峠もそんなにね、標高が高いわけではないんですよ。多分登る標高のようで言えば本当に知れてるんですが、ただ昔のままの道が残っているということで、石畳なども復刻再現しているのことで、自転車にはちょっと厳しいところかもしれないですね。宇都峠までは結構まだ離れています。太田から次の鵜沼までが確か2里ぐらいだったんですかね。今坂穂木町に入りましたが、これはきつい。もう排気ガスがすごい。この道は勾配がそれなりにあるし、車の数も道の広さに対して多いんでしょうね。うわ、メモになんかゴミが入ってきた。このなんかね、上に上がるといいらしいんですよ。これ脇は木曽川ですね。木曽川沿いに出てきましたが、まあ見てもらって分かるように、まだね、向こうの山まで結構遠いので、この辺は川沿いを行ってもそれなりに平気ということでしょう。綺麗ですね、日本ライン見えますか。なんか電車も来ると言っています。電車じゃないね、ちょっと両方を見てみましょうか。 JR 東海の特急ワイドビュー飛騨号ですね。ほい、この先、この木曽川、日本ラインとぴったり並行するような走り方をします。結構スリルありますよ。だいぶ雰囲気も変わってきますよね。日本ラインの眺めです。木曽川の流れとともに順調に下り続けます。眺めは前よりも一層良くなりましたが、しかしだんだん危なっかしい景色になってきました。まあ、今はね、あそこに国道あるからいいですよ。でもこのコンクリートのこれがなかった時代を想像してくださいよ。ここに高山本線の線路がありますが、これもなかった時代を想像してみてください。要するに こういう感じのところを行くというのは無理ですよね。今はもう土地を削って無理やり平らな土地を作ってしまえばいいということなんですが、なかなか怖いところだから、この木曽川沿いを行くのも限界があるわけです。そしてついにですね、こういう風なとんでもない絶壁が目の前に控えるような区間になってしまいました。今の技術であればこれをこのように岩を切り崩して無理やり突破してしまうことは可能です。しかし江戸時代にはこんなことはまあそう簡単にはできないでしょう。絶対できないとは言いませんが、というわけでこれより中山道は右手に分かれることになります。ただし、おそらく本当にこれはもう完全なる旧道しか存在しないようなところになるので、これを一体どこまで進んでいいのかということなんですよね。石畳などが復元されているというから、途中もう通れなくなるんじゃないかということを予想しています。右手は高山本線ですね。この赤いこの杭よりも向こうは JR 東海の敷地ということです。こういう感じで鉄道は山の中にトンネルを掘ったり崖を切り崩して平らにすればいいわけですけれど、中山道はそうはいきません。この宇都峠に変わる区間はですね、国道21号があるんですけども、それはトンネルで越えていまして、で昔の国道が多分この崖のところ下だったんですよね。新しい国道は多分高速道路みたいな状態なんで、自転車ではとても走れないから、まあ、行くとしたらこの崖下に降りてそこということになるのかな。ここにもあれ赤い、まあ、これ何 JR 東海の土地なのか。ここなんかそんな感じの、ん、一緒なんか舗装されてるみたいですね。ここ
怖っ、生きた心地がしないわ。しかし超景色がいいな。仮にこの先行けなくなったとしても上がってきてよかったと思えるような素晴らしい景色だ。左手にこういう風にまだあるからいいけれど、そして今はコンクリートで固められてるからいいけれど、いやー昔はこういうなんかちょっと昔の犬も通りたがらないとかね、馬も嫌がるみたいなの、そういうそのなんとなく感情理解できますよね。怖っ。しかしまあしっかりしたフェンスがあるから大丈夫でしょ。これが昔の谷伝いの旅ですね。まあ熊はどうなんですかね、多分そんなにいないと思うんですけど、岩屋坂の日、いやなんかいるんじゃないかという気がしてきたな。問題はここから先の道で、ここがね石段かなんかになってる、なってるね。あ、もうダメですね、これはいけません。電動アシスト自転車ではこの階段、奥の方にも続く階段を越えていくことはもう絶対にできないと言っていいでしょう。いやまあこれだけなら本気でいけばなんとかなるけど、この先にいくつもこれが連続した場合もうどうしようもないことになりますね。これまで中山道にあった峠道、まあちゃんとしたルートで越えられたものはほとんどありませんでしたが、一応全部峠の上まで上がってきたんですけれども、まさかここに来てもうほとんど最後の最後というところで峠の上に行くことすらできない道があるとはね。もうこんな谷伝いに行ける平らな道ができてしまえば、逆にこんな山の上へ行く車道なんか絶対作る必要ないですから。途中に人も住んでいなかったようですよ、ほとんどこれ見る限りはね。すいません皆さん、人が嫌がるうざい峠、まさか立ち入ることもできないとは。しかしその成り立ちと片鱗をご覧に入れることはできたかと思います。これ高山線の土地じゃないな、ここは JR じゃない、これ左が JR の土地だ、やっぱりそうみたい。いやどうなんだろう、分からんな。うわ、山の上で私を見つけた小林をブンブン連れてきてしまいました。ということでここから先も引き続きこの下の道を行くことにします。それしかないもんね。まあせめてその代わりに昔の断崖絶壁を削った後、右手にこのようによくお楽しみください。上を高山本線のディーゼル列車も走ってますよ。トンネルの中に今入っちゃったから見えないかな。自転車が今ガタガタ行っていますんで、そこでちょっと止まって自転車を点検しがてら、パンクはしてないみたいだ。頑張れ頑張れ、早い早い。あのね、今回自転車の旅をしてみて分かったのは、鉄道に乗ってて川伝いに走っていく路線っていうのは、結局トンネルを掘るお金をけちったりとか、トンネルを掘る技術がなかったりとかした時代に作っているもので、まあ、要はなんかちょっと遅れてる鉄道の象徴みたいな印象はあったんですよね、川伝いに走る鉄道っていうのを今まで見てて。まあそれは鉄道の中ではその技術的に古いものでやってるってことは間違いないんですけど、しかしねこうやってみると川伝いに行くことができるというのも十分大きな変化なんだなっての、なんかこの辺の一連の経験で分かりましたよ。昔はこの川沿いに平らに行くことができないから山の上まで行ってたわけでしょ。それが今ではこんなに平らな土地が横に広がっています。でもやっぱり昔の街道沿いの道ではないし、こんなところ土地もないですから、住む人もそんなにはいなくて、特段何もなんかないような感じのところですね。あ、中山道に行ける道があると書いて、でもやめだ、宇都峠はあっちですよって書いてあったけど、やめだ、待てよ。ただ一つ分かったんですけど、
まだ昔の中山道も、あれ昔からまだもしかしてここ走ってたのか。あ、まだ、ごめんなさい、あれ勘違いだわ。あそこで登ってくるのあそこからなんだろうと思ったら、まだこの辺若干平らな土地があるから、この辺は中山道もまだ川伝いに進んでいたみたいですね。峠越えをしていたのはこれから先の話みたい。だからまだ良かったんだ、ここは宇都峠ではありませんね。あ、だとすれば峠越えられるかもしれないな。この先トンネル内に通路あり、坂穂議長より健闘を祈るメッセージ、気をつけてお帰りください。これより岐阜方面、坂穂議長。この先トンネル内に通路あり、雨天時は歩行負荷のためここで引き返してください。なんとすごいことを言う。ありゃ、中山道は何、ここから下へ降りろって書いてあるぞ。やだよそんなの。え、あ、なるほど、一旦ね中山道こっちに行かなきゃいけないってなってるんです。多分これ降りて、これで道路とそれからこの線路を越えて向こうに行ったら、そしたら宇都峠に行けますよって言ってんだ。これどうしようかな。ここから峠まではね1キロもないんですよ。実は先ほど一つですね、別の宇都峠への道を見つけておりまして、ここに軽小型徳を小徳なんだっけ、なんとか覗く、ちょっと僕わからないですよ。この先15メートルで軽自動車を除いて車両通行負荷、あ、あの踏切のことね。これは遮断機があるな。まあ一旦停止はしますけど、よし、いけるのかこれ。よし、みんなが嫌がる峠とはどのようなものであるか。でもここ街道ウォーキングのメインルートからもちょっと外れてるから、すげえ嫌な感じですね。今まで行った中で確かにここは一番嫌だわ。なんか書いてある。一般車の通行には適しておりません。それだけか。まあ行くか。雰囲気悪い。入ってしまえばなんてことはないのでしょうか。あまりそうは思わないね。うおっと、やっぱりダメだ。あらゆる宇都峠の道を見てみましたが、こっから先は全部階段みたいだ。この林道はね、多分全然関係ないところへ行くみたいなんで、ここから峠へアクセスできる道はありません。ウグイスがホーホーキッキョと嘲笑っています。ということで、あらゆる可能性を宇都峠までの道を試してみましたが、無理です。全てを諦めてやはりこの旧国道で行くことにしました。これは非常に快適ですよ多分。ただ不安な点もありまして、まず岐阜県の鏡ヶ原市に入りますが、これから先はねトンネルだそうです。まあ、トンネルは一般的にいいものなんですよ。やっぱりまっすぐ抜けられるし峠越えもいらないんだから。でも私この道のトンネルがどういうやつか知らないんですけど、予想ではね、戦前に作ったトンネルを広げて車が2台すれ違えるようにしてる昭和50年代ぐらいに作ったトンネルみたいな予想なんですが、それだと自転車が通る幅がないんじゃないかと思うんですよね。多分ないんですよ、さっき書いてあったから。そういう風に、おお、右手は宇都峠に続く断崖、左手も断崖、大岩と大岩の間を
ぶち抜いて道を作っているんですね。越えてきた箕面太とこれから先の絶壁、よく感じていただけると思います。今ハエがチラチラ画面に映ってたと思うんですけど、これがさっき言ったの目にたかってくるハエですね。このレンズを目だと思ってさっきからたかってるんですね。じゃあかましいね。あーでも僕ちょっとね、自分で調べてたのは今のところがトンネルかと思ったんだけど、岩をくり抜いてトンネルではなくて普通の掘り割り状になってましたから、あ、意外とお気楽なサイクリングロードかな。トンネルってのはもしかするとさっきの旧中山道を歩く人のためのものだったのかもしれないですね。そんな感じですもんね。気楽気楽、いいね、楽ちんだよ。ああ、なんか眠くなっちゃう。寝るわけいかないですけど。この山の裏手の険しい峠道を鉄道も私たちも知らぬ存然と今では楽々通り抜けることができます。もう街の中と変わりません。しかし結局ですね、宇都峠には来ることができました。どうやって来たのかというと反対側から来たんですが、反対側はね、妙にアクセスしやすい状態だったんですよ。最後の最後は自転車では行けませんでしたが、こんな感じで石畳がよく再現されています。この宇都峠というのがね、意外や意外になんとすごいところでして、まず登り詰めて峠の一番上まで来るじゃないですか。するとね、人の嫌がる宇都峠というのはどういう景色なんだろうと思うとですね、なんとこういう風に団地とかがあるんですよ。で、多分この辺が宇都峠なんですよ。特になんか書いてないけど、ここは中山道って書いてあるんでね、まあ、ここと思っておいて間違いないと思うんですけど、なんと宇都峠の鵜沼川は普通に宅地開発された、要はまあ住宅地ですよね。そこのね、裏山公園みたいな感じで整備されてるんですよ。昔人々が嫌がったそんな名前のついた宇都峠はもはや近所のお散歩コースに成り下がったんですね。これはいい意味で言っています。午後5時閉門いたします。なんとまさかの、間に合ってるんでよかったですけど、この辺りは中山道は完全に公園として管理されているようで、下手なことをするとですね、登ってきたのに門が閉まっていてもうここから先は出られないという状態になっていたかもしれません。そしたらああいうところを使って強行突破するしかないですよね。多分向こう側から自転車で上がってきて、でそれでここへ着いちゃって門が閉まってたって場合どうするんでしょうね。どうしようもないですよね。カメラにハエが大量にたかってますね。みんな馬の目だと思ってたかってるんだ。山から大量のハエを連れてきてしまったので速やかに駆け下りて巻きたいと思いますが、こんな感じですよね。すごいですよね。周りはもう団地ばっかり。ただこれは今は人は住んでないみたいですね。また潰して新しいのを建てるんでしょうか。まあ、僕はこの下からさっき上がってきましたので、この下の景色ももうすでに見ているんですが、すごいですよ。こんなにいっぱい家があるのかというくらい。鵜沼台というところですね。いつ頃開発されたんでしょうね。ちょっとだけ調べてみたんですが、あまり詳しくは分かっていません。この速さで走ればハエなんか誰もついてきていないでしょう。宇都峠の向こう側はもうあんな断崖絶壁のところから登っていけみたいな状態だったのに、今こちら側鵜沼側はもう坂道にも負けず途切れることのない住宅地です。さらにここから先もすごいですね。ちょっと思い出しました。ここから先の平野の名前は濃尾平野ですね。あ、砂だ、広い。岐阜のあたりまで残りの工程は楽そうですね。ちょっとまだ距離は長いんですが、沼の宿場はどうなんでしょうね。
もう別に宿場町の雰囲気とかはあまりわからないのかな。家がどんどん増えていて、それとも意外と伝統は残っているかもしれません。この坂をある程度下り切りましたら、中山道の52番目、目的地はあと一つ、宇沼宿に到着します。ここで道が折れますけども、ここから宇沼宿に入るみたいですね。後ろの車もそうか。じゃあ先に行ってもらおう。観光地である犬山が近いということもありまして、宇沼の町は結構よく町並みを修復したりしているとのことですよ。あれに見えるは昔からの現存天守、国宝の犬山城ではないですか。おお。あ、なるほどね。ここまでが電柱なども立っていますけども、この交差点を渡った先が宇沼宿の中で力を入れている観光エリアみたいですね。これは国道21号、通り抜けご遠慮ください。それは何、通るんだったら立ち寄れって意味なのかな。そうじゃないですね多分。え、結構いいですね。柳の木の向こうにずらり並ぶ昔の建物、うだつの上がっている一般の建物もあります。あれが多分ね、脇本陣ですね。さっきお腹が減ったからって仲介で思いっきり食べちまったからな。そこまではお腹が減ってないんですけど、釜飯、そば、うなぎ、なんか江戸時代の人が食べてそうなものは何でもありますね。もう夕方の5時近くになっているからか、観光関係の施設はほとんど閉まっているようですが、ほんでも十分だ。これは酒屋さんか。なるほど、これが復元した水路ですね。この辺の建物を景観重要建物というふうに指定して、多分お金をかけて景色を良くする努力をしてるんでしょう。右手の脇本陣は随分綺麗だな。もともとあった建物を復元しています。もう復元の元は腹の方ですね。だからやっぱ江戸時代の建物なんでしょうね。これも宇沼の宿場のですね、建物はすごいいいものが多いんですけども、どうも調べてみると明治時代に大地震がありました。ほとんど倒壊してしまったようでして、実際にはさっきの酒屋さんもね、大正時代明治の建物書いてあったんですけども、江戸時代の建物はかなり珍しいようです。あそこの脇本陣は書き方によれば江戸時代っぽかったですけど、なるほど、この辺も明治27年とか書いてありました。明治の建物、まあ江戸時代と明治時代で、まあ今更言うことじゃないかもしれないけど、建物の作りってそうは変わってないですからね。基本的には木造家屋なら、江戸時代を経験したかどうかっていう違いはあると思うんですけど、これは昭和5年の建物か。街のいろんなところからサイレンやらいろいろな賑やかですね。しかし今やまさに明治は遠くなりにきりの時代です。明治生まれの人なんかもうほとんど残ってないでしょう。僕がちっちゃい頃はまだいましたけど、うちのひばあちゃんとかも2人とも明治生まれだし。それではだいたいこの辺りで宇沼の宿場は終わりです。次は中山道の53次ですね。現在の岐阜県岐阜市、次は鹿野宿です。しかしね、これかなり問題がありまして、今日の目的地は次は鹿野というのはその通りなんですが、え、気違いかよというぐらいにね、次の鹿野までが長いんですよ。中山道で一番長いのが、和田峠の和田から下諏訪までの5里ですが、なんと聞いて驚いてください。この次のね、鹿野間は4里
およそ16キロ。アイノシクは途中に1個だけありまして、新加納というところがあるんですが、新加納までも10キロあります。長すぎだよ。なんでそんなことになったんだ。鏡ヶ原という、まあ、広大な原っぱがあります。それなんか関係あるのかな。それとも他のところは峠越えの連続でしたけど、こっから先はもう楽だから別に長くてもいいだろうみたいな、そういうのがあったのかな。ともかくこの区間は長いのでビュンビュン行くことにします。でもトイレに行きたいな。さっきのうぬまにはなかったんですよね。ここにもなんか39って植わってるね。ここも旧国道だったんですね。こんなところがね、多分21号線の旧道。へえ、ここが天下の国道若番の2桁の21号ですか。そんな時代もあったんですね。相当大変だったでしょうね、その頃は。多分今みたいな感じでやってたんじゃなくて、もっとなんかセンターラインとか真ん中に引いたりしてたのかな。タバコを踏んだな。捨ててあるタバコを今踏みつけたんですけど、そのぐらいじゃゴムタイヤがおかしくなったりはしないかな。幅公園、あ、なんか解説書きかと思ったら、人に迷惑のかかるボール遊びなどはやめましょう。人に迷惑のかかるボール遊び、ボール遊び、人に迷惑がかかるからやめようなのか、人に迷惑のかからないボール遊びだったらいいですよなのか。謎だけど向こうでは人に迷惑のかからなさそうな、一人で上にボールを投げてフライのキャッチの練習してる子がいますね。ここに来ても下り坂がいっぱいあるのか、すごい速く進めますね。時速21キロ。東海道53次の四日市からですね、出発した日で、鈴鹿峠を越えてから滋賀県の草津までなだらかに下り続けて、雨が降っている中急いで走ってですね、その時が22キロに行ってたような記憶がありますので、まあ、そう考えると結構いいペースで進んでるんじゃないかな。段階右折はできないね。21号、こういう看板も久しぶりに見たな。この辺りはもうずっと平野を突っ走るだけなので、だいぶ早く行けるんじゃないかと思います。そしてそういう場所ですから、もともとの道路中山道をそのまま国道にしたりとかしててですね、その分痕跡などもだいぶ分かりにくくなっていると思います。そうすると、まあ、結果として今日の目的地可能までだいぶ早く行くということになるのかな。岐阜まで18キロって書いてありますね。まあ、岐阜にもいろいろあると思いますけど、遠いな。鵜沼から岐阜にかけては岐阜の東海道というぐらいとても大切なところです。岐阜の中山道でもいいですが、まさに中山道なんですけど、というわけで JR も名鉄線も両方通っています。今ここはね、なんだっけ、三垣野駅なんですけど、ちょっとトイレにまた行きたくなってきて、水飲みすぎかな。このトイレ入場券でちょっと借りて入ろうかな。三垣野駅はすぐ脇に川崎重工業の事業所があるから、そこで働いている鉄道マニアの方なのかわかんないですけど、僕が改札取ったら何人かあれみたいな顔されてましたね。お辞儀だけしておきました。もうちょっと早く通ればな、ここをかっこよく通過するパノラマスーパーみたいなやつの映像が撮れたんだけどな。今ちょうど行きましたよ。
川中の人だらけになったな。もうここに来る人は多分川崎重工の関係ない人は誰も通らないんじゃないかな。今度は自衛官さんがどんどん増えましたね。早い早い。ここ確か航空自衛隊の基地があるんですね、各務原っつうのは。自転車に乗る人が多いとかそういう時点でだいぶ都会ですよ。雨が降ってきたな。今見てみたら岐阜までの加納までの間にあと一里塚が2つあるそうです。まあ、2つぐらいならいいでしょう。つまり8キロちょい。あんまりとんでもない雨になるようならまた考えますが、一応宿場以外での宿泊は禁止されてるんですよね、江戸時代。ちょっとの雨は降っていますが、旧中センターは別にそこまで走りにくい道ではないし、むしろとても走りやすいし、車もそれほどなく、明るいうちに少しでも距離を伸ばしておきたいですね。平らなところにはもう途切れることなく人がたくさん住んでいて、山なところはもうずっと山で、場合によってはほとんど手つかずみたいな、そんな状態になっています。やっぱり平らなところの方が絶対いいですからね。当たり前ですけど、関東平野が途切れるまで人はいっぱいいましたし、相模ヶ原に入れば濃尾平野のこの広いところたっぷり使って人々は盛んに活動しています。むしろあの鵜沼の結構高いところの鵜沼台か、あそこに人がいっぱい住んでたのが僕は個人的にはびっくりでしたね。結構坂が高くて大変なんじゃないかなと思うんですが、車に乗れば別に関係ないのかな。そんなのは今日の夕飯はカレーでも食べたいな。中山道69筋の旅で江戸時代にしかまず持って口にしなかったであろうかな、そういうの食べたいですね。随分都会的になってきましたね。いつもこの辺り特急で通過してたからあんま気づかなかったけど、相模ヶ原市の中心部はこの辺り、旧道沿いは随分にぎわっています。休憩地点として愛之宿新加納がありますが、新加納まではまだ少し離れてますよ。もう鵜沼加納間の半分以上来ましたね。ペースは悪くありません。僕も寄ってないからね。おお、上空をボーイング787が飛んでるな。中部空港に降りてくるんでしょうね、多分ね。名古屋飛行場じゃないもんね。この先に新境川という古そうな橋があります。まあこれは新境川って書いてあるだけで、橋の名前はまた別だと思うんですが、ここにですね、お、結構深いな。ここに境川放水路というのが流れてるんですが、何でも多少の暴れ川だったらしくてですね、まあ、しょっちゅう増水してはみんなを困らせるということで、1930年かな、昭和の初め頃にこんな立派な放水路を作りました。でこの土をですねガサッと、別の場所へ持って行って、そして、相模ヶ原の飛行場の拡大に使ったということです。現在は航空自衛隊が使っているんじゃないですかね。飛行機は今日はもうブンブン飛んでるのは全部それみたいですよ。よし、今ですね、新加納町と書かれた交差点に来ました。これで鵜沼から10キロは来たことになります。残り今日の目的地加納宿までの距離は6キロで、大して疲れていません。うん、なんかそこに書いてあるな。中山道愛の宿新加納、ちょうどこの分かれ道のところにですね網がかけられていて、まあ今は映さなくてもいいと思いますが、なんか金魚がいっぱい飼われていますが、でも増水したら外に出ちゃいそうな水位だな。めちゃくちゃ水位高いけど大丈夫でしょうか。これより実に4里16キロもの鵜沼加納間の間の休憩地点なわけですが、旧道沿いには焼肉屋さんがあるなと思ったんですけど、ね、今日はね今のところやってないみたい。どっかここで、なんかさっきまで旧道沿いも随分にぎわってたのに、いざ愛の宿の区域に入るとおとなしいじゃないか。さっきだったらよりどり緑だったんだけど、どうせ休憩するなら愛の宿のところに行ってからにしようと思ったんですけどね。やっぱ今はもう相模ヶ原駅周辺がその中心になってるんだ。もうここにもね新加納駅ってあるんですけど、
何もないところの方が開発がしやすかったのかな。全然なんか寄り道をするような場所は見当たりません。もうだいぶ暗くなってきたから画面もブレてきてますよね。とりあえず速やかに抜けて、まだ新加納の中心には入っていません。しかし入ったらば何かあるのかというと、あるようには見えないですよね。今人の流れは国道ですからね。やはり国道の方へ出ればいくらでもあると思いますけど、こんな大きな町だから。和宮がここを通った時はやはり休憩しますんで、この目の前のお家、ここで休憩したそうです。当時のままなのかな、まあ、今風に作り変えてるだけで、元はなんか昔のものなんじゃないかっていうような気がしましたけど、今はそこも茶屋としてはやっていませんし、当時はね茶屋だったらしいんですが、まあ、個人的には東海道新幹線とかできるね。もう350年ぐらい前から、ああここはまあ可能だから、まあ、隣のこの作る愛の宿は新可能でいいだろうみたいな、大阪駅と新大阪駅みたいなノリで町の名前が決まってたっていうのは面白いですけどね。結局特に何もありませんでしたね。また道が国道と合流するのを待つことにしますか。でも相当長い間この先に国道は現れないみたいだな。雨がだんだん強くなってきましたね。止むと思ったんだけどな、まあ、何の根拠もないんで、僕が止むと思ったって感じなんで、そんな本当に止むかどうか分かるわけないんですが、天気予報くらい見るか。おお、これはここに踏切があって、ここに車がいて、向こうが優先だとすると、永遠に目の前で一時停止しては行って、一時停止しては行ってで、この車たちが向こうに一体どれぐらい続くことになるんだ。とりあえずこっち後ろの車に任せよう。ヤマト運輸の車がわざわざ道を譲ってくれました。皆さん何か宅配を頼むときは黒猫ヤマトの宅急便。とりあえずね、上に東海北陸自動車道があるようなところを見つけまして、で雨宿りもできるしね、道幅もここだけ広くなっているし、ちょうどこれを食べるというか、もうね岐阜まで行っちゃおうかなと思うんですよ。天気はもうずっと悪くなるだけっていうか、この状態が続くみたいで、それでもしょうがないし、あ、これ栗じゃないんだ、栗まんじゅうみたいなやつなのかと思った。中津川で買ったやつですけど、中はなんかごま卵の中身みたいなのが入ってるわ。雨ももう別にやみそうにはないので、普通にレインコートを着ていくことにしました。あんまり体が冷えるとやっぱり集中力が落ちるからね、それが危険ですよ。今結局手袋以外最大の防寒対策をしています。しかしなんと驚いたことに、明後日が旅の最終日になる予定なんですが、明後日はね、もう気温30度まで岐阜市は上がるらしいですよ。多分京都市もそれぐらいまで上がるんじゃないかと思うんですけど、嘘、何だったんだ、もう長野で寒くなってきた時って真冬用の手袋とかいろいろ真冬用の装備持ってきてるのに、最近春がないような気がしますよね。昔からなのかな。この辺はまたなんかうだつの上がってる家が多いじゃないですか。岐阜県にやっぱなんかそういうのちょっと早いみたいなところあるんでしょうね。地域性ってのは絶対あると思うんですけど、ほんと多いですもんね。山陰に行けば河原がオレンジ色になるのと同じで、なるほど、美濃の国とはそういうところであるかと。あ、見えっ張りというよりは家の標準的デザインがこうなんじゃないかなというイメージです。しかしいや、これね、雨の時に自転車に乗ってるとすごい速く感じる。前方にもう岐阜駅のあたりのビルが見えてきた。もう可能まで1里切ってますからね。
速度はね、今ね、時速20キロ。やっぱ速いわ。雨だと、なんか抵抗が減って速くなるのかな。そんな気がしますけどね。走行の時に、やはり、地面との摩擦によって、失われる労力っていうのも結構大きいと思いますから、普段だったら時速18キロぐらいのペースで漕いでるんですけど、20キロから21キロ、しかも今は別に下り道でもないと思うんですよね。歩道に入ったら20キロ走ったらやめた方がいいな。今16キロで走っています。あとは助かるのは東海道53次は10月にやりましたんで、結構あの時日が短かったですが、もう6時になると暗くなっちゃってましたが、今は6時40分でもまだ明るいですね。ライトはもうどの車もつけてるし、僕もつけてますけど、まあ視認はしやすいしされやすい。それに映像もまあそれなりには撮れます。このペースでいけばあと15分はかからないぐらいで岐阜の街中に入れるはずです。車も増えてきましたね。旧道はこういう時間になると渋滞するもんね。なるべく渋滞する車のその流れに乗って一緒に行けるといいんですが、もうそろそろ旅も本当に終わりに近づいてきましたね。そしてついについにですよ、前方に高架がありますが、これは JR 東海道本線の高架です。東京からやってきた、もちろん東海道を通ってきた東海道線の大垣行き普通列車だったかな、岐阜の駅へ向けて今速度を落としています。今度は名鉄の羽島線かな。どんどん岐阜市が近づいてますね。名古屋本線、名古屋本線でした。いやー、大きな街に来ると本当に感動的ですよね。まもなく中山道の53番目加納宿に到着です。江戸幕府の指示で岐阜城というのは廃城になりまして、そしてこの宿場にほど近い加納城というのに改められたそうです。もちろんここが岐阜市の中心部の最寄りの地点。今日は岐阜のどっかいいホテルに泊まろうと思いますが、まあ、その前にですね、ちょっとご飯を食べつつ休憩しようかなと思います。ただなるべくね、岐阜でご飯を食べるのは避けたかったんですよね。やっぱこれまでの道中で久々の大都市じゃないですか。いろんなことですね、すみません、ちょっとサミダレ式に行って大変申し訳ないんですけども、まずここがですね、加納宿の、江戸型の入り口だということでして、まあ、ここがそうなんですね。なんかその岐阜だみたいな感じは、まあ、今のところしないですけど、今の町の中心部はやっぱ JR 岐阜駅周辺になるのかなと思います。まずここが加納宿の東の入り口じゃないですか。で今名鉄の電車が止まるこの駅は加納駅、ちらりちらりと今見えましたよね。あ、通過した、今通過するんですね、この重要な江戸型の入り口を。そしてあそこに見えるのが岐阜城です。これは落とされて復元したやつですね。別に大昔からのものではないですけど、犬山城、さっき見たやつは大昔からのやつです。ちょっとね、旧中山道沿道には意外と物があまりなかったので、 JR 岐阜駅、名鉄岐阜駅の近いところに来ました。ここなら何でもあるでしょう。ここは昔から交通の要衝として栄えたところ、これを見れば言わなくても分かりますよね。とりあえず駐輪場に止めましたんで、なんか食べに行きましょう。街はね、そんなに人でいっぱいという感じではないですね。江戸時代からの旅人らしく、夜の寝る時間も確保したいので、なるべく時間をかけないでパッパと食べられる当たり障りないものにしたい。となると現代のファーストフードかな。でもね、僕もね、食にちょっとはこだわりがあってね、マクドナルドはもうあんま食いたくないんですよね。うまくないから申し訳ないけど、なんか前に岐阜で食べるものどこがいいかなみたいな探した記憶があったんですけど、結局なんかね、なくて不本意ながらすき家で食べたこともあったんですよ。そ
それもでもなんかその記憶はあるからな。スガキ屋ラーメンとかあったんで、これだったら面白いかなと思ったんですけど、今ねコロナの緊急事態宣言の岐阜独自のやつがあるんですよ。それでちょっと食べ物は手に入りづらい状況にあるので、まあこれいいでしょうね。そして今日はそのすぐお隣のダイワロイヤネット、ダイワロイヤネットホテル、ここに泊まることにします。今回は江戸時代要素とか全くありません。もう普通にただホテル泊まってるだけです。たまにはそれもいいですよね。ちなみに岐阜にはですね、あの江戸時代創業の旅館とかもあります。あるんですが、あの長良川の方でして、ちょっとね加納宿とは位置的にはかなりの隔たりがあるので、中山道の旅をする人で泊まる人はほぼいなかったと思うんですよね。普通は宿場に泊まるわけですから。というわけで今日の夕飯はこの3つ。一応毎日わらび食べてるんで今日もわらび食べる。あんまりわらび食べるとなんかあれらしいですけどね、あの癌になるみたいな話はあるんですけど、まあ多分もっとリスクのあること世の中にあると思うんで、たまにわらび食べたっていいでしょ。久々に食べると絶対美味しく感じるだろうなと思った。案の定美味しく感じる。よし、じゃあ今日もいろいろありましたけども、とりあえずは眠り。まだ全然加納宿についての紹介はしておりません。まあ、これは暗くて暗い時にやってもしょうがないだろうと思って明日の朝に回したんですが、明日の朝は加納を紹介した後、いよいよ滋賀県に向かいます。明日中に滋賀県に入り、目指すは鳥居元宿彦根の予定です。日程には余裕があります。じゃあおやすみなさい。また明日。失礼します。